鋼鉄城のカバネリ、ST 中の隠しコマンドのやり方、検証してみた。非前兆中のチャンス目を引いたゲーム、もしくは連続演出のタイトル画面でプッシュボタンを押すと、ボーナスを察知することができるらしいです。今から検証してみます。始めます。ダメでした。落ちます。おー、出ました。ボタンが触れて、ここがレインボーに光って下パネも消灯しましたね。これでボーナスが確定らしいです。お口が発生するとめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひやってみてください。